ちは。ジャパンアクターズ TV がお送りする経済圏 .com TV、 このお時間は飛び圏の見たい聞きたい言わせたいのコーナーをお送りいたします。アシスタントは私尾崎夏が務めさせていただきます。そして今日は、後藤理沙さん、いつも一緒にアシスタントをしてくださっている後藤理沙さんの代わりにですね、ちょっとお仕事で後藤理沙さんが来れなかったため、本番組の黒幕的存在のマダム美智子さんに、一緒にアシスタントを務めていただきます。よろしくお願いいたします。アシスタントのマダム美智子でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。それから、まあ、飛び県こと飛岡県ですが、今日何話しましょうか。よろしくお願いします。今日そうですね、やっぱり今一番話題になってるっていうのが、うん、あのサッカーのワールドカップが ね、すごいですよね。あの私なんか全然よくわからないんですけど、もうテレビを見るとね、うん、もうサッカー、ね、サッカーだから、サッカー一色でなんかその辺で感じることがいくつかありますので、うん、先生にもそのようなお話をぜひしていただきたいと思います。うん、そうですね。私もね、めったに見ないんですが、今日はちょっと朝早く時間があったので見てたんですけども、はいはい、残念ながら引き上げちゃいましたね。まあ、チャンスありましたけど ね、はい。やっぱりでもあれ見てて感じることはね、やっぱりそのサッカーっていうのは、日本人の足の長さがどうしてもね、外国に比べるとね、少し短いからだってね、身長の平均値が片っぽは180から90で、日本人は170何センチだから、はい、走る距離もね、うん、違うし。そうなんですね。それでね、もともとね、あの馬に乗る民族や、うん、それからラクダに乗る民族って基本的に足が長いんですよ。足が長いからラクダに乗ったとか、まあそれはね、ね、あのニワトリと卵どっちかよく分かりませんけれども、うん、結果的にはだから馬でね、渡す人たちっていうのは非常に足が長い方がいいし、はい、まあ、もちろんそのモンゴル人がそう長いかというとそうでもないですね。そうでもね、腰低いですよね。その割にはね、もう巧みに馬に乗る民族だから、だからあまりそれが一般論なのかっていうとね、少し限界、その考え方は限界があるかもしれませんが、はい、基本的にはその馬に乗る人間が足が長くて、うん、さらにラクダに乗る人間はもっと足が長い。そうなんですね。面白いですね。でも飛岡先生ね、足が短いから背が低いから負けるなんて言ったら、うん、ボコボコやられて怒られちゃいますよ、ね。これだけ盛り上がってるんですからね。そういうわけにはいかないと思います。そうじゃなくて、うん、あの言いたいことは、はい、その足の短いね、日本人が必死になって頑張ってね、それでその、まあ、アジア大会の大会で、ね、予選を通過して、はい、で出てるだけでもすごいなって言いたいわけですよ。うん、なるほどね。それはそれであそこで勝とうっていうのは、それは意気込みとしてはいいんだけども、やっぱりでも基本的限界があるのかなっていう感じがするんですよね。でもこの燃えるなんていうんですかね、日本人のその、すごいその、フィーバーね、それは何でなんでしょうかね。まあ、いろんなスポーツあるわけですけど、はい、やっぱりあの今の若い人たちから見るとですね、はい、あのマスコミの、ね、仕掛け方も非常にうまいと思うんですよね。それからその日本でああいうその野球とよりもフランチャイズ制を引いて、その地域ごとの、ね、その活性化をものすごく図ってきたじゃないですか。はいはい、で私の知ってるのはあの新潟のね、はい、アルビレックスですか、はい、であそこの池田さんっていうね、元ニューミレス協会の理事長が、うん、まあ、オーナーでやったんですけど、あそこへ行きますとね、はい、実はおじいちゃんおばあちゃんなんていうのは全くサッカーと関係なくて、ね、うん、知らなかったんですけど、今やその孫とおじいちゃんおばあちゃんがね、一緒にサッカー場に行って応援するということで、サッカーがその導入されたことによって家族間のコミュニケーションがね、それは素晴らしいですよね。ものすごくその良くなったっていうね、そういうその調査結果も出てるんですよね。だからそういう意味合いで言うと、そのフランチャイズ制っていうか地域ごとにね、ああいうものをやったっていうことが一つ大きくこう盛り上げる要因になってると思うんですが、ただそれだけではなくて、やっぱりあの野球は野球の魅力がありますけれども、もっとそのボールのね、この一つのボールをね、非常に速いテンポで追っかけていく、しかもそのなんていうんですかね、手が使えないというところがまた面白いですね。そうですよね。どうしても
手が出るんじゃないかと思うんですね。まあそれはね、アウトになっちゃうわけだけど。実はね、一番最初の頃、イギリスでですね、生まれる時は、実はサッカーとラグビーが一緒のようなものだったらしいんですね。それでイギリスでその中からやっぱりあの手を使っちゃいけないという形でもってサッカーになって、手も使うという形でもってそれでラグビーができて、その、まあ、どちらもだからイギリスハースなんですけどね。基本的にはだから手を使わないで足だけでやるっていうのがね、またスピード感をちょっと増してるじゃないですか。なんかやっぱりそんな言い方おかしいですけど、サーカス的な技術力みたいな、そうですよね、ねえのを感じますよね。いやだからああいうふうな批判の、ね、ワールドカップになると勝つ負けるということはあるんだけど、日本の選手一人一人とってみてもね、それこ そのマジシャンみたいなボールの扱い方がね、一種の小的な、ね、要素があるんですね、あの予想がすごく面白いというか、だからまあそれなりにあの運動神経の、ね、まあ、高いその人物が、ああいう選手になってるんでしょうね。それともう一つはあの感じませんか、あのね、夏さんも要するにマナーみたいなのの違い、そうですよね、その、まあ試合は試合でそういう面白さもあるんだけど、それにヒートアップした人たちの負けたらものすごいなんかどうしようもない態度を取ってみたり、そうですよね、もう私が、感動したのは日本人がね、試合を終わった後に負けたあのね、ギリシャ戦 でしたっけ、ことじゃあ、そうそう、あの時にゴミを拾ってね、片付けてたっていうのはすごい感動して、結構それはの海外の新聞にも載ったらしいんですけどね、そういうところがすごくいい、日本人としてなんかいいなと思いましたけどね。誇らしいですよね、とっても。やっぱりそういう意味合いで言うと、その日本人っていうのは僕は素晴らしいなと思うんですよね。はい、例えばその観客の方もそう、あるいはサポーターの方もそうですが、選手自身もね、海外のチームと比べるとラフプレーはあんまりやりませんよね。やっぱりそのジェントルマンのスポーツというか、まあ、そういう面ではきちっとこうルールを守って、あまり乱暴なことはやらないと。まあそれは中に例外はね、どの国もありますけど、相対的に言うならば日本の選手っていうのは非常にそのきちっとルールを守ってやってますよね。そうですね。同じように今ね、まあ、マダム言われたようにその観客がね、要するにゴミをね、自分たちが出したものを持って帰るとか、まあ、今回ね、それと同時にですね、このブラジルという国はね、大変にまあ犯罪率が早かったわけですよね。開幕までも大変でしたし、なんかね、だいぶ物も盗まれちゃったとかっていうね。そうですね、はい、ただね、それもあるんですが、実は日本の交番システムがね、ブラジルに入ってるんですよ。交番、普通にある町のお巡りさんが交番、それである村なんかではですね、その交番がね、できたことによって、従来1年間に、まあ、1000とかという単位で起こってた犯罪が、たった1例になっちゃったとか、ね、それぐらいその交番ができることによって村の治安が良くなったというかね、まあ、そういう面で言うと、日本のそういった社会システムっていうものが、まあ、いろんな海外へ出ていくということでね、まあ、それで、まあ、日本人がそういうマナーをね、こうやることによって日本のイメージが上がるということは非常にいいと思うんですが、実はね、ちょっとサッカーから離れるんですが、はい、今あのインターネットでね、Google で検索をしますとね、日本のイメージってこう引いてみるとですね、いろんなその情報が入ってくるんですよ。でそうすると世界で一番その清潔な街はっていうとね、まあ東京ね、こう出てくるんですね。それで韓国や中国の私の知り合いなんかが来ても、日本の街って本当に清潔だってこう言うんですね。確かにそうなんですよ。でそれだけではなくてね、これだけの人口が多いところで、しかも高温多湿でもって、これだけに清潔度が保たれている、でそういうところっていうのはほとんどないんですよ。そういう意味合いで言うと、日本のその厚生労働省の方に、世界のその国のところからですね、日本のこういったその衛生システム、サニタリーコンディションシステムと言いますけど、そういったものを日本から海外へね、要するに交番がブラジルやね、インドネシアにこう出てって、各地の治安を荒れするように、日本のその衛生システムとか、そういうものも海外に欲しいという、まあ、そういうそのものもあるんです、この間やっぱりニュースでやってましたけど、今日本はすごくきれいなトイレを作るということをやってると、ブラジルでは、まあ、変な話、立ってあれする、それを犯罪として捕まえるよと言ってるけど、実は普通にトイレがあるのは 50% の
家庭にしかないとかだったらしょうがないじゃないかっていう話になっちゃうと、日本はトイレットをきれいにすることによってそのまあ自分たちも気持ちのいいし、それがビジネスにもね非常にトイレのきれいなところっていうんで話題になるっていう、その違いもまたすごいなと思いましたね。そうですね。だからその トイレというのは日本のまあね、あの名前を出しちゃいますが、はい、まあ、東都さんとかね、はいはい、いろんなところが本当に研究をしてて、はい、世界中に出てってるわけじゃないですか。でしかもね、その水が出るとか水洗なんていうのがね、最初はなかったものが ね、そうですよね、うん、だから最初はみんな驚くんですよね。う、まあ、そういうこともありますしね。それから日本人がね、あのお風呂、はい、あのバスタブですね、はいはいはい、それで世界中の人にね、まあ、リッチの人ですから、はい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 、受注をしている人がいるんですよね。でそのバスタブ一つ取るときにも、うん、こう入ってから手をかけるときに、うん、ただ単にこう手をかけるだけではなくて、うん、あらゆる状況を想定しながらどういう曲線になったらいいとか、うん、ね、どういう材質をどう使ったらいいかということまでにしてね、研究をして、それで作って、まあ、バスタブだけで1億とかね、すごいそういう形で稼いでる日本人もいるんですよね。だって向こうはバスタブがあってもこう低いから、私なんか海外ってお風呂みたいに入ったから、ね、ぐーっとし体をね、あのヒラメみたいにしたんだけど、あ、やっぱり日本のように全部体浸かるっての味を知ったらね、やめられないですよね。どうなんですかね。そこはね、やっぱりね、非常にあの民族の違いっていうのがありましてね、もともと日本人が風呂好きになった理由はですね、一つはもともと水田稲作農業をやってましたよね、はいはいはい、で水田稲作農業は田んぼに入ってね、うん、それでその腰まで使って、うん、まあ、作業をやって体が冷えるわけですよ。で冷えるだけではなくて、こういうその汗腺にですね、泥が入ったりいろいろ汚れたりするんで、どうしてもその皮膚の穴を十分開いて汚れを出すというね、まあ、そういうふうなことから言うと日本人はお風呂にゆっくり入ってというふうなことなんですが、ヨーロッパの社会っていうのは湿度がすごく低いわけですね、はいはい、そうするとそのあんまり汗もかかないし、かいてもさらっとこう飛んじゃうわけですよね。そうするとシャワーだけでいいということで、それを考えると必ずしもその日本の環境とヨーロッパの環境は違いますからね、ですから同じものではない方がいいのかもしれないんですけれども、うん、ただですね、そうは言ってもじゃあフィンランドあたり行くとジャグジーとかね、サウナとかね、サウナとかこう、はいはい、あるわけだから、うん、で彼らもそれは気持ちいいわけじゃないですか、うん、そうですよね、うん、だからそれじゃあどうなのかってこういった時にですね、まあ、もう一つはですね、この水の利用ということを考えると、日本って水がものすごく豊富じゃないですか、ね、はい、豊富だし綺麗ですね、綺麗です、はいはいはい、ですからそういう意味合いで言うと、その水も十分に使いやすいという環境がある。これはヨーロッパというのはあの年間でですね、700-800ミリぐらいしか降らないんですよ、雨が、で日本はだいたいその3倍ぐらい降るんでね、でしかもヨーロッパの場合には大きな川がいっぱいとこう流れているということで、あまりきれいな水でもないんですよね。ですから、まあ、そういう意味合いで言うといろんな条件がこう少し違うんで、一概には言えないんですけれども、まあ、一概に言えないと言いながらね、矛盾したことを言いますけれども、ヨーロッパの人たちだってお風呂に入るといいなと思ってる人たちが結構ね、そう、いや昔のね、うん、こんなすごい温めたポンパブドールとか、はい、お姫様みたいな、はい、あれは実際はものすごい臭かったって言うんですよ。こう言って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 でしょ、うん、でそんなと鳥まで入れちゃったりなんかしてるじゃないですか、うん、だからああいう美女たちがほうほうなんてやってるけど、うん、実はすごい臭かったって、ベルサイユのね、あの宮殿のところで出会う同士が、うん、っていうので、お風呂っていうのを研究しなきゃいけないんで、水風呂からっていう話もあるくらいだから、そうですね、清潔っていうことは文化の一つの表れですね、うん、まあ、そういう面で見たらね、ローマの、ね、大浴場のようなものがあったわけですよね。で逆に言えばあのローマあたりはね、浴場のお湯を沸かすために木を切りすぎちゃってね、逆に生態系をダメにしちゃったなんてくらいの話もあるんですけど、うん、だからヨーロッパは結構温泉があるんですね、各地にね、はいはい、そういうことから見たらね、先ほど、まあ、ちょっとその環境と生活の仕方が違うよねとは言ったものの、やっぱりお風呂っていいんでしょうね。やっぱり人間が共通して持つ、うん、快感っていうのは同じものがあるってことです。だから日本の温泉もかなり海外の人たちが喜んで
ツンツルテンの浴衣着ちゃって、ね、っていうような、つまりサッカーを通じて、ね、うんうん、飛岡先生は、うん、その文化、うん、日本人 の, その文化っていうか治安の良さとか、うん、いろんなことが非常に優れてるんだよと、うん、そうですね、もうまさに今おっしゃられた通りに、だから逆に言うならば、やっぱりあの日本人の選手が勝ち負けはね、これはあるけれども、うん、はい、そこでその非常にルールを守って綺麗にね、その印象をやって、そしてファンの方もきちっとしたね、これは日本のイメージを高める上にもね、そうですね、うん、非常に重要だと思うんですね。あ、その視点は私も気がつかなかったけど、うん、どうね、そうですよね、若き、あの人としては そうですよね、確かにそのワールドカップで盛り上がって楽しいっていうのもそうですけど、うん、そういうところからやっぱり海外と日本との比較をできるっていうのはすごくいい機会になりますよね、比較だけじゃなくてこっちが上よっていう自分の自国の、ね、良さっていうのを再確認できるっていうのもやっぱりワールドカップの良さだったりとかっていうのがあるのかなっていうふうに、そういう見方もできるっていうことですよね。まあでも僕は負けてもしょうがないとは思ってるけれども、うん、やっぱり勝ってほしいですね。そうですね、なんでしょ、ああいう試合見てるともう本当に心臓が上がったりして、なんかもう本当に倒れそうになっちゃうぐらいですね。まだ若いですね。いや私はね、結構その、あのうちでだけですけど、騒ぐ方だから、うん、勝ってほしいと思いますよね。まあそれと同時に、あの日本でね、サッカーがこの非常に活発になって、多くの人たちが一つの、ね、エネルギーの発散の場というか、はい、でみんながこう一つになれる場があるということが、ね、大事ですよね、うん、非常にいいと思うんですよね、うん、ただね、また同じことを言いますけれども、どうしてもやっぱり足の長さだけは気になるんですよだって、日本選手同士だったら絶対取れないと思うのを、ところが外国の選手がちょっと伸ばすとね、それでカットされちゃうじゃないですか。でもちょっと考えてみてください、なでしこ、なでしこはすごかったですよ、あれからちょっとサッカー好きに、ちょっと心が固くなるけど、どう考えたってあの女子の方だってそうですよ、小柄ですよ、150センチ、あのね、澤選手の素晴らしかった、私なんか見て、澤選手だったらここで入れてんじゃないかなんか女子のエネルギーのがすごいかもしれないですね、そう考えると、エネルギーはあるんだろうけど、今ね、宇部川先生がおっしゃったみたいな、うん、その体格差もあるけど、あと何なんでしょうね。いや、だから最終的に言えば日本の真髄っていうのは柔道でね、本来階級制じゃなくて、小さな、ね、姿三四郎やね、うん、その三船十段が大きい人を投げ飛ばすというところにあるわけですね、快感がありましたね。だからそれにはね、やっぱりね、足の長い人たちのね、10倍ぐらい練習しなきゃダメなんでしょうね。そうですよね。その10倍ぐらい練習して潰れちゃうような体力だったらやっぱり無理だろうと思うんですよあれだけね、うん、走ってそれでもなかなか相手も強いし、まあこれからね、先があるのかないのか、ちょっと今日の試合では決定的ではないけれど、まあでも頑張ってほしいんですよね、頑張ってほしいし、それからいろんな影響を与えてくれてるんだと、うん、もうありがたいことだっていうふうにね、そう、そこあそこに出てテレビで世界に映るだけだって日本のね、宣伝になってるわけですから、ね、あそこへ出ただけだってやっぱり評価しなきゃいけないと思うんですよ ね、 ですね、本当にあの、感謝感激でございます、うん、ただ一つね、私サッカー見てて思うんですけどね、日本はチームサッカーということで、そのボールを回すことばっかりこう考えてるんですけども、はいはいはい、でも私の目から見るとね、静止したまま、ね、ボールを回すのはダメで、少しでも前へ行こうという本人がいて、自分が動くことによって相手が動いて隙ができる、うん、それでパスをするということが重要なの で、 で、ね、日本戦の選手はもう止まってパスをするでしょ、うん、そうじゃなくもらったら少しでも前へ出ていこうという意欲が、ね、あることが絶対重要なんですよ。そうじゃないと、こっちがとどまっているときには相手も読んだままでいるから、相手の動きもこっちに合わせられるんだけど、こっちが動いててそれに合わせて動いちゃうと、ね、なかなか予測できなくなるんですね。思った通りにすれば勝てるんですけどね。おっしゃる通りです言った通りにすればって思ってる人多いと思いますけど、それとね、もう一つ感じるところことはね、
やっぱり海外に出て活躍している選手と日本の選手との間にね、はいはいはい、今一つそのチームワークがね、本来こう取り切れてないんじゃないかなっていう。それはあるかもしれませんね、はい、で結局長友にしろですね、岡崎にしろ周りが上手い選手ばっかりじゃないですか、はいはいはい、でその上手い選手の中に入ってやってるから、自分の能力もそれ以上にこう引き出されるんだけど、あの選手たちが日本に来ると同じかね、自分たちが引っ張っていかなきゃいけないわけじゃないですか。そうするとなかなかその実力が発揮できないという状況になってしまうように私は感じてるんですね。だから他流試合というか、可愛い子には旅させようで、やっぱり広い世の中に出さないと、うん、さもなきゃもう海外の選手じゃなく日本人だけでね、海外出てない人だけでね、はい、もう完全に、ね、完全に練習をしてチームワークを作ってやるっていうのも一つの手かもしれません、ね、でもいろんな課題が出たということもありますけれども、これだけこう日本を騒がせるようなスポーツっていうのも本当に拍手でございますよね。ね、だって我々だって何話しましょうかって言ったらサッカーの話してるわけだから。一番初めて出てきました。今日はね、はい、そんなようなことでございますね。今日はサッカーの話から日本のお風呂だったりとか民族性に関わるところまで広くお話が広がってきましたが、今日はお時間このあたりになりますので、またこのコーナーでお会いしましょう。ありがとうございます。ありがとうございました。